じゃん、うん、そうだね、確かに暑かった。夏って言ったらやっぱり、うん、あれだよね、あれじゃん、あれ、せーの、大学選び。いや、夏って言ったらさ、まあ、進学先を決める時期というか、ね、夢のようなね、キャンパスライフ、うん、そろそろ決まってないとやばいんじゃないのみたいな。そうだな、まあ、決まってない人もいると思うし、ね、うん、じゃあなんでその大学に行ったんだみたいな話を、ね、決めたいきっかけを話して、うん、まあ、ちょっとでも参考になればなと。あ、いいね、いいね。僕は明治大学で、よっ、日本大学で、よっ、日本最高峰早稲田大学です。名門。え、違った？いや、俺そういう認識。あ、なるほど。うん、まあ、放送、あ、法政大学です。法政大学。いや、法政大学。法政大学。あるけど、確かに。みんなね、うん、都内の各違う大学に行ってるわけだから、ね、なんでそこ選んだのっていうところをちょっとお話しできればなと思います。うん、はい、じゃあ、俺から話そうかな、うん、はい。俺は法政大学に行ったんだけど、うん、すごい大学決まるの遅かったよ。当時はね、夏インターン内の時に決まってなくて、うん、結構吉田廉大学決まってないらしいぞみたいな情報が多分出回ってたよ、うん、ああ、それでそれでめちゃめちゃスカウト来たの。自慢、自慢じゃん。自慢です。ああ、専修大学とかね、日体とか、うん、2年後に新しく校舎ができると、うん、その時に中心に立ってるのはお前だ。自慢自慢インターン内終わって3日ぐらい前を受けて、で、学校行ったの、うん、で、先生に会って、先生みたいな言おうとしたら、おーれーみたいな、結構遠目から話しかけられる、うん、お前大学法政に決まったからえっつって、え、あ、前分かりました。正直、今だから言うけど、法政大学出たのってめちゃめちゃ俺良かったと思う、大好きだし、なんだけど法政に入ったところも今だから言うけど、ね、うん、なんでかって、一発芸があったよ。今もあるか知らん、ないけど、なんか入学して春合宿で一発芸をしなきゃいけない、うん、でその時俺すっごいそれ嫌ってか怖くて、うん、どうしようみたいな、法政はそれだけのため、それの理由のためだけに行きたくなかった。その時もどうしても嫌で、法政以外だったらよかった、うん、でもまあ人生何が、ね、あるか分かんないし、うん、行ってよかった、すげえ、うん、楽しかったし、まあ、法政大学の思い出みたいなところはまた別の動画で。確かに確かに。今回なぜ僕が法政大学に行ったかというと、先生が決めて決めてくださったので、ちょっと参考にならないかもしれない。僕はそんな感じでした。今はまたちょっと違うよね、みんなと。うん、そうで、俺はなんかずっと早稲田が良くて、うん、で別に理由はただ一つで、うん、モテてそうじゃん。まあ、シングルな、そこにイメージいいよね、なるほど。ていうか、そのスポスイを誰取るんだみたいな、早稲田はね、まあ、そうだよね、そうだよね、1、1から基本、男1、女1で、あ、そうなんだ。で、まあ、リュウと同期でさ、うんうん、お兄ちゃんも、ね、リュウは、うん、いるもんね、うん、で、まあ、なんとなくリュウなんだろうなと思いつつ、うん、スポーツイ・リュウノスケって別に言われるわけじゃないから、うん、ギリギリので、うん、だから、なんていうの、結構ある意味泳がされて、でもまあ別にしょうがないんだけど、うん、だから、そもそももう自己数受ける気満々になったし、うん、だそのリスクで取る必要があるのっていう話になってくる。まあそうだよね。で、他に行けるところになった、ね、それさ、早稲田行けなかったらどうしてた。確かに。で、最悪は一浪してたから。ああ。で、どうしても早稲田来たことってことだね。うん。龍之介がいるっていうのはなかった、その。龍之介がどうとか1ミリも思わなかった。あそうだ、姉貴がいるから慶応に行きたくないかな、そういうことってことなんか、なんつうの、外していきたいみたいな。俺は日大なんだけど、最初はマジで迷ってたのは早稲田か日大、うん、これも2択だった。2つの大学の部活にお邪魔して、え、実際に、うん、あの練習の感じを、その俺とサトシとでお邪魔して練習させてもらった。早稲田はもうなんていう、こうちょっとフレンドリーな感じ、うん、だからいい意味で、うん、なんていうのかな、ちょっとこう自主性がしっかりと求められる、うん、だけど日大はちゃんと監督がいて、先輩がしっかりと練習メニュー組んで、うん、みんなそういうのやる、うん、で俺当時はね、そっちの方がいいなと思ってた、そのちゃんと先輩たちがしっかりしてるっていう意味で、当時はね、当時はね、なんかあったで、あとはそ学費、あ、まあまあまあね、あ、早稲田は学費が免除されないって話だったね。だけど日大の方はそのまあ
もちろんそのなんていう成年席によって多分いろいろとこう免除される額は違うと思うんだけど、うん、俺の場合はまあその全額負担してくれるという形だったから、もう親は喜ぶよね、間違いなく。で俺もまあ日大の方がいいのかなと思って、で最終的に日大の方を選んだっていう流れなんだけど、うん、朝そうだっけ、朝そうとかあるって朝掃除、朝掃除、いや大変だよな。いやよかったな、日大行かなくて。いやでも日大のいいところはマジでそのなんていう、まあ、寮生活だし、うん、その本当になんて横のつながりもそうだけど縦のつながりもめちゃめちゃなんかもう、うん、多分他の大学に負けないぐらい親密になれると思う。ああまあまあ仲いいもん。そうだからもうなんかこう寮だからさ、先輩からのお下がりとかいろいろとこもらったりとか、本当になんかこうなんでそういった意味ではもう共同生活を毎日やってるから、なるほどね、うん、そこはすごい良かったなと思って。まあ普通に強いしね、練習。そうね、いやまあそうなんだよ。あさ日大入ってさ伸びる人ってめっちゃいるよ。いるいるね。日大入ってすごい練習して、確かに高校の時全然引かなかったのに大学でめちゃくちゃ強い人ってめっちゃいるから、だからもともとその監督のその方針もやっぱその原石をやっぱ磨くのがすごいなんか好きみたいな、ね、見つけて。なるほどね、確かに。そうだから俺はね、どちらかというと最初光ってたけどだんだんとくすぐったかも、の俺定期的に悪い例だと思う、俺は自分で思うけど、うん、なんかね、うん、色分かんないけど、お飾りするもん。大学行こうと思って高1の時に、あのいろいろ大学のパンフレット見てて、うん、で、明治大学だけ嘘です。ちょっとするわけねえだろ、かなり。明治大学だけ芸能人がいっぱい出てたの。確かにね。あ、俺一番その当時大好きだったのは北川景子さん。はいはいはい、北川景子さんがもうバンって出てて、うん、パンフレットに載ってた、載ってて、もうこれだと思って載っててどう思ったの。載ってて、これだと思って岡田らしいわ。確かに一緒に同じキャンパス歩きたいなと思って、うん、で、そのためにあの先生にずっと明治行きたいですっていうのはアピールしたな。なんかちょっと想像つくわ。だけどでもさ、うん、北川景子ってさ、うん、結構上じゃない、うん、ね、俺の入れ替わりだったの。惜しい。だから俺が入学したらもう去っちゃったんだけど、うん、あと結構大学も都内の中にあるから、あ、まあ、確かにね、そう、外れてない、アクセスっていうか、アクセスは非常に、うん、それ大事よな、お茶の水だったから、うん、もうどこでも行けるなっていうのでそれに憧れて。それこそタイプはあったの、なんか。あ、そう、俺が、うん、高校1年生の時の、もう大学1年生で初めて、うん、名電から、あの明治行った先輩、前田さん、クラッシャー。ああ、クラッシャーはいつ、アイコダウンだ。そうね。あ、そうなんだ。その人が、まあ、道を切り開いてくれて、で、その人に、お願いしますってずっと言ってて。だから早めに決めとけばさ、結構先生がつなげる。そのアピール大事だね。確かに。そうだね。そう、多分、俺は、この3人に比べて、そんな成績がなかったから、もう、選びたい放題じゃないから、もうここでって最初に言っとかないと。なるほどね、自分が行きたい大学に。しかもさっき言うことによって、まあ、大学にもよるけど、うん、その大学側もさ、来るか来ないか分かんないやつ待つよりさ、確かに来たいって言ってるやつの方がね、先に、ね、かかったと思うね、先に取っちゃう、安排だし、うん、そうそう、言っとくのめっちゃ大事だと思う。最初に言っとくのはやっぱ大事だ。そうだね、そうやって聞くとさ、みんなしっかり選んでんなって俺なんか恥ずかしいんだよ。ってことで結局ね、みんな大学、各大学卒業してますけど、はい、なんとかね、なんとかめちゃめちゃ結果後悔はしてないでしょ。まあ、してない、してない、すごくいい大学だったってことで、はい、まあ、この4社4用のね、4社4用のその決め方がありましたが、うん、まあ、どこ行ってもね、うん、あ、不正解になることないかもないと思うよ、うん、まあ、俺みたいに会ってなくても、会ってないっていうのは会ってないように見えても、うん、結果正解になる、結果が楽しいし、まあ、ポジティブに頑張れば楽しいもんな、大学。そう、そこなんよ、大学は楽しい、結局ね、楽しい、そうそう、ということでね、うん、まあ、皆さんも良いキャンパスライフを目指して、まあとにかくね、試合で結果残せば、まあ、まあそうだ、試合で結果残すこと、行きたい大学が決まってんなら早めに言う、そう、監督に言う、はい、この2ポイント、2点を頭に置いて、レッツバラエルのキャンパス生活頑張って。そうってことでね、はい、はい、じゃあ最後お願いします、サブキング。民のみんな、お手を拝借。
よう。ありがとうございました。いや、大学戻りてえな。いや、楽しいよ。日大いいや。練習。あ、日大はいいや。早稲田もいいや、俺。え？